はい、手巻きの巻き紙レビュー動画。今回はこちらドミンゴの、オリジナルペーパー。ドミンゴ。違う、オリジナルじゃない、オーガニックペーパー。これ珍しいですね。ペーパーでオーガニックペーパーって珍しいな。あ、すごい。これ何についてきたんだっけ？ドミンゴのナチュラルか。ドミンゴのナチュラルについてきたやつだな、これな。あ、すごい。薄い。そこまで薄いっていうほど薄くもないんだけど、確かに薄い。で、茶色い色してますね。これ他の、いわゆる普通のこういうスモーキンググリーンとかに比べると、はるかに薄いですね。ただ、スモーキングのマスターとかに比べると、まあ、若干熱いかなって感じはします。でもこれは、お、新たな発見ですね。ドミンゴのナチュラルか。これうまかったらあれですよ。ドミンゴのナチュラルも割と視野に入るな。コスパ的に考えると結構いいかもわからない。わかんないけどね。まあ、やっぱり、ペーパーは、まあ、自分で買うんですけど、なんかやっぱりもったいないよね。捨てるのもったいないじゃないですか。ああ、ちょ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 。あ、捨てるのもったいないからね。ちょ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 、挟まった。挟まった。これね、ジグザグのね、これは切れちゃったんですよ、ほら。ふわかーっと。ただ完全に切れていないんで、ここら辺まで完全に切れるまでちょっと使ってるんですけど、もったいないんで。なんか付属のペーパーを捨てるっていうのがなんかもったいなくてね、貧乏性だから。貧乏性だからさ、捨てるのもったいないさ。ああ。なんか辛いな。なんか辛いな、これ。このドミンゴのオーガニックペーパー、これ、販売してんのか。手巻き屋。もしかしたら販売してる可能性が。なんか辛さがすごい。すごいな、なんか。ドミンゴ。あ、売ってますね。ドミンゴのオーガニックヘンプペーパーだって。売ってますね。値段が97円。オーガニック無漂白のヘンプペーパーだそうです。燃焼速度遅め。で、極薄のヘンプペーパーと書いてあります。個人的に辛さがやけに感じるんだけど。
これは、あれかな？ペーパーの厚さが薄いからこそ、その味わい？これ今吸ってんのはこれ、ペペのイージーグリーンなんだけど。本来のタバコの辛さなのかな？これはな。そうだとしたら別に悪くはないよね。これ四つ星、ご視聴ありがとうございました。